みんな YouTuber さ、収入多分相当減ってるでしょ、わかんないけど。そうっすよね。だから、うん、俺の YouTuber はさ、うん、俺の YouTuber はさ、結構見てる人たちの平均年収が全然高いからさ。うんうん。まあ確かに、ここ数ヶ月の、なんか IT バブル崩壊みたいな、アメリカの、うん、ガーファム株の崩壊みたいなのあったじゃん。うん。あれでやっぱ広告もすげえ減ってんだけど、そこまでじゃないんだよ、やっぱり。あ、それやっぱりターゲットとか、その属性によってつく広告が違うからってことなんですか？多分そう。だからそのバカ向けの広告が減ってんだと。なんかここワールドカップも影響あるのかもしれないですけど、ここ2、3ヶ月、異常に数字が全員落ちてるっていう、のを DJ 社長が言ってたってガーシーから昨日電話ありました、うん、でも俺はそこまで減ってないから、ね、だからそういうことっすよね、うん、だから富裕層を取るとこうボラティリティが異常になっちゃってなかなかきついっすよね。そうなん、うん、まあだからなんか DJ 社長は音楽の方に行くって言ってたけどね、YouTube やめるってなんか発表してましたね。うん。でもなんかさ、まあ、そういう激しさが必要なんだろうね。どういうことですか？もうやめちゃうみたいな。そうそうそう。まあやめるっていうのも一つのプロレスなんだろう。確かに。まあそうっすよね。リアリティショーみたいにしないともう刺激がなかなか続かないっすよね。うん。うん。確かにね。